んにちは、ミクです。今日は濃厚なチーズテリーヌに挑戦します。見てね。こちらが今日の材料です。クリームチーズ 300g、 常温で柔らかくしておきましょう。サワークリーム 100g、 砂糖 100g、 卵2個と卵黄1個、バニラエクストラクト小さじ1杯、レモンかライムの果汁も小さじ1杯、コーンスターチ大さじ1杯。我が家にはパウンド型がないので、今回は15センチの丸型を使います。アルミホイルでケーキ型の底を覆ってお湯が入らないようにしようと思います。破れないように慎重にかぶせます。パウンド型をお持ちの方はこの工程は必要ないので飛ばしてください。湯煎焼きをするので型よりも一回り大きな容器を準備します。それではオーブンを160度に予熱しましょう。焼いた後、取り出しやすいようにクッキングシートを切り抜いて敷きます。少し面倒くさい工程ですが、やっておいた方がいいと思います。パウンド型を使う人もこの工程は必要です。それでは型に少し油を塗って切り取ったクッキングシートを貼り付けていきます。これで準備が OK。 それではあとは生地を作るだけ。クリームチーズが柔らかくなっているか確認してから、クリームチーズ 300g をクリーム状に練ります。サワークリーム 100g を追加して、今回は足して混ぜるの繰り返しです。難しいことは何もありません。よく混ざったら砂糖 100g を追加します。甘めが好きな方はお砂糖をあと 50g 足しても OK です。ハンドミキサーに持ち替えたら、さらに滑らかになるように混ぜます。よく混ざったら卵2個卵黄1個を混ぜ込みます。一度に加えるとダマになってしまうので、一つずつ足して混ぜてを繰り返します。よく混ざったらバニラエクストラクト小さじ1杯とレモンかライムの果汁小さじ1杯を加えます。映像は間違って大さじを使ってしまいましたが、味はあまり変わらなかったです。ほとんど液体のように見えますが大丈夫。コーンスターチ大さじ1杯を加えてさらによく混ぜます。これで生地の出来上がり。面倒でも必ずこしましょう。
ンタンして空気を抜いたら、湯煎用の型にお湯を注ぎます。だいたい容器の半分ぐらいまで注ぎましょう。熱いので火傷をしないように気をつけてください。予熱したオーブンに入れて蒸し焼きにします。オーブンは160度。50分間蒸し焼きにしましょう。気になる。見えない。オーブンのスイッチを切って冷めるまでそのままにしておきます。綺麗に焼けました。まだ食べません。冷蔵庫で一晩冷やしましょう。すごく濃厚でした。 2,3 日経った方がさらに美味しいです。ちなみに同じ生地を170度で45分焼くとまた違った食感になります。ごちそうさまでした。